こんばんは。わあ、やっほー。あれ、戻ったかな。戻ったような、戻ってないような。時間が経ったら戻るよね、こういう時。から ふむふむ。時間経ったらね、戻るけんな。とりあえず今重さなくなった、よかった。寒いよね。さっきまで私凍えてたんですよ。さっきまで凍えとったけど全然大丈夫になった。そう、家の中で、家の中でだよ。お風呂入った後めっちゃ寒くて、これはさすがに暖房つけな、そろそろつけないかんかって思ったけど、ドライヤーしとったら温まった。乾いた。ドライヤーは強いね。温まりましたよ。暖房と同じくらいの力があるかも。こたつはね、なんかね、一定のなんか、こたつの中で一定のなんか気温になったらなんか止まるんですよね、暑いのが。今は大丈夫、いい感じ。そう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 、そういう機能がついとるこたつなのかなと。今つけとるよ。そう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 、安全なやつかな。私的には全然温まってもいいですけど、まあずっと履いとったらね、多分低温やけどみたいなやつになるんじゃないか。多分そういうことかね。
物知り、物知りサーヤン。25日は写真集の特別配信をします。よろしく。クリスマス嬉しい。なんか特別なことができて嬉しいな。クリスマスお楽しみに。え、何時ね、何時なんだろうね。誕生日おめでとう。うん、まだ2013年あ、2023年よ。まだ2023年。フジポンさん、ありがとうございます。サイアンの年にリンジョーいい。ありがとう。ハートちゃん書いた。ハートー、ハートちゃん、2023も残りわずか。ファンクラブありがとう。クラブってなんかブログと画像と動画があるけど、どれが一番人気なのかな。全部です。動画です。読むやつ全部。あー、人によって違うね。というわけで全部か。ありがとう。
レアなのは確かに動画はあんま載せないもんね。確かに確かに。え、もしね偏っていればそれをね多く投稿しようかなって思ったけど全部だった。せっかく入ってもらってもさ、なんか解約とかなったらさ悲しいからさ。だから長くこう見てもらえたらいいなーって思ってるんだ。ね、みちさんがそう遠く生配信がちょっと気になる。ほんとそうイベントね考えとるよ。何がなんかイベントとかこういうのがしたいとかあったらなんか教えてくれたら実現できるかも。結構そんな感じなん。うん、できそうなら。うん。今日いっぱい考えてみたんだけどさ、私は限定グッズを作ろうかなと思ってて、それを模索中です。何がこういうのがあったらいいなとかありますか？自分のデザインしたイラスト系と自分の顔っていうかいい感じのやつあったらいいけどねみたいな。アクスタ欲しいの？アクスタは公式もあるけどってこと？なるほどね。そうなんや。イベントとかもね、やっぱこうライブ系にするのがやっぱみんな楽しいのかなとか思ったけど、ふん、抱きつき、どうくしょ。なるほどね。ディナーショーしたいね。美味しいもん食べたいよね。
目的が。ありがとうございます。そうなんよね。また思いついたら教えてください。話し会とか、あのメールの返信とかでも。実現できたらね、したいんで。楽しめたらいいね。何が起きるんだろう。毎年予想できないんだよね。毎年予想せずとも楽しい一年になるんですけど。予測できないの。いいね。そう。そうだね。毎年、予想以上かな。年末は何しようかな。
ラオケ配信そうね、帰省もまあするっちゃするんだけど、先週昨日買いました。ありがとう、ありがとうございます。また25日に限定ポストカード付きの予約ができますよ。そう、また違った感じのすごいのにしました。なんか案がねあったんですけど、全部なんか全部なんかまあすごかったんですよ。だから他のありますかって聞いたけど、この中から選んでくださいって。じゃあってじゃあでも今までのやつっていうかのにないのにした。表情とかね。まあお楽しみに。多分なんかね、わかんないけど、多分またいろいろ話すと思うんで。まだ私ね、客観的に最近見れてきたんだけども、まだ完全には見れてないから、何時から決まってないんよまだ。でも夜だと思うよ。この前なんか23時だっけ、22時か23時かだっけ。そこどうなんだ。早朝とやないと思うこの前10時、あと10時かな。じゃあどうだろうね。そう、今回先着500部でしたね。前回より増えて、お渡し会ね、そう予定ではないですね。もうできたらいいんだけどね。9時か8時か、どうなんだろう。そうね。そう、私会写真集がそうなんよね、やっぱり。
バスクエニさんがこう企画してくださってるからね。そうそう。先行カットっていうか、まだ未公開カットとか見せたいんですけど未公開めっちゃありますよ。まあその中でもやっぱ一番選ばれた写真たちが写真集になってるんで100ページ112ページか。イエーイ。あのそうなんだっけ、オフショットはね載せていくんで、いっぱいあるけど、いっぱいあるんだけど、ちょっとまだなんだろう、なんだろうね、ちょっと送るにはね、あのちょっと勇気がいるというか送りやすいなんかのを送ってるけど、そう小出しですね小出し、そうそうそう、そうだね。だからフォトヤンの方がまだ載せやすいかな。でもやっぱメールを取ってくれてる方、その時取ってくださってる方にも見てほしいしねという感じです。気に入りました、ありがとう。そうそう、リアルタイムっていうのもいいよね。まあいろいろ考えます。うん、ことやんね。という感じですよ。もう第3弾ぐらいは載せてるかな、オフショットたちって思ったら、すごい一年だったよね。なんかさ、自分のねがね、表紙になったね、ヤングガンガンさんをね、パッてね見たんですよ。飾ってるから目に入ってきて、おおって思った。またちょっと実感湧いた。
そんな1年だったなーって。いやでもほんとなんか想像できなかったよね。いややっぱ嬉しいかな、いまだにあの EX 大衆さんとかコンビニとかたくさんなんか置いてあって、置いてあったりとかで、まだね置いてあるんですよ。そう、だから自分発見するね、おね、長いですね。嬉しいです。あーシュープレさんも嬉しかったね。うん、そうだね、シュープレさんが多分発売された時多分ねフォロワーさん増えたんですよ。だから知ってもらえたのかなとも思ったしね。そうそうそうね、嬉しい。いやまさかシュープレさんもとかね、まあ、まあ全部だけどまさか自分が乗る日が来るなんて思ってなかったよね。うん、もらえたかなって思います。あの時期はさ、しかもさ、いっぱい載せてもらってさ、やっぱね、ファンの方はさ結構忙しかったよね。あれってそうそうそう、本屋さんね行ってくれたり、ウェブで0時になった瞬間にねデジタルで見てくれたりとか、予約してくれたりとかね。でもね喜んでくれて嬉しかったよ。そうなんよ、いっぱいやったから。楽しかった？よかった。ね、何軒もねコンビニ探し回ってくれたりね、どこにもありませんよ。まあそんな感じだったかな。ソログラビアも2回ねさせてもらったり、 BLT さんか、写真集とは別だとね。今年だったんだよね。
年って感じがしない。ちょっとそうだね、1月そうだね、怒涛だったね。詰め込みで、なんか今年はいっぱいあったんだなって。ね、来年も怒涛な感じだったらいいね。またみんなが またそうだね、サーヤン肩にしたいですね。で、気づけばまた1年経ってみたいな。そんな感じ。12月か、まあでも1年前も2年前もなんだろうな、全部なんだろう、この中に入ってるって感じ。同じ箱の中に入ってる。どっか行ってないって感じですよ。そう、全部
全部一箇所かな。点々としてない。だからかわかんないけど、時系列がね、ちょっとちょっとまあ、前後をしたりするんですけど、イメージね。うまく伝わらんこれはちょっと伝えにくいな。同じフォルダの中に入ってるというか、また話すねいい表現が思い浮かば。別に明確にせんでもいいことです。真面目やねんに笑っちゃったいじめかも。あ、そうですか。でもね、私理解力ないよ。基本的にね、理解力がないんですよ。よいしょ。
共感力は高いかも。全部の気持ちがわかるよ。理解できないことはあるけど性格診断やってみようか。あれ？性格診断ってあの16パーソナリーパーソナルなんちゃらみたいなやつ。あれはね、冒険者だった。昔はなんだっけ、昔はね、なんだっけな、昔っていうか2年前まではなんだっけな、あ、そう、仲介者だったんですけど、確か今年か去年やってみて、今年かな、冒険者になった。あれ変わるんだね。やっと問題の意味を理解したのかもしれん。あれって相性とかさ、本当なんか。合ってなかったのそれ自分サイアンと合ってないんだってなったら悲しいね まあそれは性格診断だからさ性格診断だから、なんか私はね、私はそんな相性で合わんって言われても、合ってたら合ってるだろうって思っちゃうタイプなんで。って感じ。自分はね。だってさ、そんなん、それはさ、あれじゃないよ。やっぱ性格もあるけど、多分そうじゃないとこもあるし、それだけで測られたらもうね、
それね、それをもう教科書にするしかないよ。だよね。なんだろう。まあ見本っていうか、基本的にはこんな感じですっていう診断だから。って思っています。これが性格かもしれん。これが冒険者かもしれんね。だってもし私がこう仲いい人となんか診断して仲悪かったら、へえとしか思わん。でも仲いいもんなーって。へえって言って。相性が合っとったら嬉しいけどね。ああ、やっぱ合ってるんだって。やっぱ合ってるんだなってなるけど。そうなんていうけど、私はそう冒険者ですね。でもなんだ、なんか結構いるっぽいけどね。16分割して分けてみたら仲介者が多いのかな。一番多い、日本人に多い。確かにメンバーにいるのかな、他に。同じ性格なんかな。
誰かがね、メモ取ったんよね。愛知ファンです。愛知に誰かが送ってくれてて見てくれたらしい。そうなんや。てかね、ほんとね、メンバーがね、なんかね、買ってくれてね、買ってくれとるんよ、自分で。ありがたい。うん、嬉しい。ありがとや。そう、サインね、もういっぱいいっぱい書きますさこさこちゃん、そうだね、こちゃん何歳だっけな何歳だっけ。もうずっと13歳ぐらいのイメージしかなくて、12歳か13歳のイメージしかないからさ、もう何歳って。なんか毎回聞いてる。さこちゃんの生誕祭見に行ったのに
見に行ったの字はあるよね見に行ったのにって聞いて16歳そう16歳よ、まだやね。でもさこちゃんのファンの方から、さこちゃんにも写真集を見せてあげてって言われてて、どうしようと思って、ふん、そうだね。おもろい。確かに。見てるかな。事務所にあったら誰でも見れるんですけど、あったかな事務所に。おお、止まった。戻ったか。伝わらないからな。しかも私、なんとかするよりかなんとかしてほしい派だし。だからやだな。なんとか、なんとかしてって思われても、いや逆にいや逆に、まあでも結局ね、結局困ってる人がいたらね、助けるんだけどね。いないよね。うん、何が起きた？なんか止まってました？アループしてました？
全然気づかなかった。あらま。そうよ、幽霊の話したらね、来るんよ。だけんやめとこう。っていつも言っとる気がする。今日は寒いからね、通信が悪いんですよ。寒い日と雨の日はね、通信が悪いんですよ。そう、私の統計上、サイアン調べ、そうそうそう、そうなんじゃないかと思っている。身も心も寒いです。それは切ないよ。それは切ないよ。心もなの。でもそういう時もあるよね。時期によるよ。私調べでは時期かな。やっぱ時期によってね、変わる考え方も。だけん自分が疲れとるときはもう何もかも否定したくなるし、なんか極端になってしまう。イエスかノーか、いいか悪いかって、そうなってしまってはね、疲れてるよ。だけん休むのがいいよ。そうそうそう、サイアン調べ。大事にせんとね、自分のことを。そろそろ終わります。
かお腹空いたような。てかね、昨日ね、見とったドラマがね、最終回を迎えたんですよ。どんどん終わっていく。そう、切ない、最近の切なさ。次はいつかな？次はいつ始まるかな？家康？1月からか。また毎週録画しますか。金曜ロードショーも録画してる。おすすめ OK、 また教えますね。あー、そっか、季節によって。今日は月曜日か。頑張ったね。現実を突きつけた。ソーリー、ソーリー。終わったから、月曜日は。月曜日が終わったら早いよ。あ、買った。フジポンさん、 F 渋谷さん、神戸のヒッキーさん、ゆうきにゃんにゃんさん、ロックオンさん、なんばのひさとさん、まいせんさん、せいやんさん、みつるんさん、こっぺさん、 D さん、青い鳥さん、台湾のこうさん、さとけんさん、犬ちゃん、オーサムさん、みかん屋さん、マッサさん、ナナウさん、あたてさま、トル太郎さん、コタロウさん、ヒロトさん、メガバイトちゃん、フレミングの左手の法則さん、ひあきらさん、きちねさん、ときわさん、鳥太郎さん、2学期は学級委員さん、ミッドナイトシュガーさん、ゆうすけさん、らくらくさん、マニャザエモンさん、イエーイ。ありがとう。
ね、ゆったり。気づいたらなんかもう時間過ぎてるよね。ね。いや、そうなんです。ギリギリ。今日寒いよね。いや、ほんと寒かった、さっき。寒くなるの？いや、お風呂上がった後が一番寒い。ドライヤーで頭あるけど、あー、そういうことね。確かにシャワーだけやけん、シャワーだけやったら そりゃ寒いよ。じゃあね、ありがとう。バイバーイ、おやすみー。